こんばんは皆さん。今日は事件が起きております。まさかの運転士が不在で、この列車は発車できません。僕仮免持ってるけど。仮免じゃダメですよ。仮免じゃダメなので、運転士が到着するまで、発車ができませんので。どっかの鉄道会社みたいな。いいっすね、いいっすね。コメントがガンガン荒れるって僕は言ってたんですけど。はい、私は、ディレクターではありますが、今回は司令という役割で、ちょっと進行を進めていきたいなと思っておりますが、全く発車はできないと思いますので、皆さん。お、マジで来た来た。ギリギリ間に合うぞ、ギリギリ間に合うぞ、これは。ギリギリ間に合うぞ。開始してもいいの？そっちから行く。来たー。こっちから回ればいいじゃん。来た怖すぎ。皆さん間に合いますよ。強行突破。5分遅延ぐらいで行けるかな。あら、もう怖すぎ本当。あれいや大変失礼をいたしました。怖すぎや。いや途中で信号が赤になっちゃってね。あら、抑止を食らいまして大変失礼をいたしました。何、崖崩れでもあったの？たどり駅長運輸区に。怖すぎや、はい、ちなみにあまり分かってませんが、これもうオープニング終わってるんです。まだ、うん、あ、そう、出発用紙してないから。失礼しました。列車少々遅れております。回復運転に努めてまいります。ご乗車のお客様は車内にてお待ちください。お見送りのお客様は黄色い線の内側までお下がりください。まもなく開いております扉が閉まります。信号は変わり次第発車をいたします。出発よし、安全よし。ミノホンゴステーションがお届けするなるほどトレイン急行養老号出発進行。皆様大変、列車遅れましてご迷惑をおかけしております。ただいま3分遅延で発車をいたしました美濃本郷ステーションのなるほどトレインでございます。改めましてこんばんは、美濃本郷駅長です。田戸駅長です。大変失礼いたしました。乗務員の手配がつかないという。まあ一応来月のダイヤ改正で、わし変えるやつ3分遅くなるからね。そうそうそう、伸びるらしいですが。乗務員慌てまして、はい、今ドアで指詰め注意やってしまいまして、怖すぎ。バチーンと今慌てて乗務員室のドアを閉めてきましたら2本怖すぎや。出血事故でございます。はい、回復運転に努めてまいります。はい、どうぞ。はい、すいません、じゃんじゃん行きます。はい、画像お願いできますか。はい、沿線はもう、もう麦ほとんど刈り取られたね。ほいほい。はい、ということでもう梅雨早かったんですが、今から梅雨というか梅雨の、ね、はいはい、中休みで、この間の週末に随分麦が刈り取られて、先ほどデーの01が道脇に行きましたが、はい、こんな姿も、見られておりました。そして、まあ、もうとにかく皆さん今日のニュースのメインディッシュはこれですよ。皆さんヘイヘイとか他人事みたいにしてますけど、ヘイガッテンデイ。はい、クワ、これね、踏切9号さんからいただいた。踏切9号さん、ありがとうございます。とりあえず踏切当選募集してますけど。いや、これさ、はい、踏切からさ、入るの。これ。テーマがないまま、入るの。そう。今日のメインのニュースの。あのね、はい、桑名駅の10号線。あ、この間ね。工事してるんだけど、はいはい、工事ね、踏切からさ、はい、これが入っていくんだよね。この1ヶ月で相当工事が進んだってこと。そうなの、そうなの。じゃあじゃじゃんと今日前半戦は、はい、桑名駅10号線リポートニュース、はい、そうそうそうということで、はい、はい、よろしいですか。あ、ここから入ってくのね。入ってくの。じゃあ我々もここから入ってきます。はい、入ってきます。はい、じゃん、おお、入ってた入ってた。でさ、ポイント渡ってる、ポイント渡ってる。でポイント見てこれ、はいはい、これ
これ左向いてるでしょう、はい、こんなの状況なかなか見れないですよ、うん、おそうね、そうお弁当食べて出してもらえない電車が来る時ぐらいね、これでこの子が入るためにポイント切り替えたから、はいはい、下にパトライト回して、ええ、あ本当だ、そう黄色についてる、うん、注意欠起してるのこれで、あらこれいきなりあの突っ込んできたら脱線するよ、お好きそうそうだこれ外しちゃうよね、このライトは多分 ね、うん、もちろんもちろん、はい、もちろん、いいですか先言って、いや、いいですね、分かる、そうでこういう状態で、うん、その、うん、夜工事してたんですよ、はいはいはい、昼間できないよね、まあね明るいなこれ明るくんだ、カットでお願いしますまあ、暑いからねあ昼間そうで、はい、仮組みしてたんだよね、うん、みんな仮組み、うん、うん、なんていうかな、これよく見てもらうと、うん、まあ、枕木の下に、うん、なんかもう一個真四角の枕木を置いて、はいはい、この線路の状態の仮組み状態で、ええ、ちょこちょこっと組んでいくみたいなんですよ、あそうかそうか、仮に組んで整えて、はい、なるほど ね持っていくのね、そうそう、だからもう工場で全部作ってボーンと置くんじゃなくて、うんうん、ここで組んでるみたい、なるほど、ここが工場ね、はい、はいはいはい組んで納品ね、はい、はい、ありがとうございます、いいですか進んで、どうぞ、あちなみに向こうにドア開いてますね、ね、フェンス開いて向こうからも来れるのね、いいっす、なんだこれ、これ部品もうちょっと気の利いた説明ないですかいや、ええ、つなぐとこでね、そう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 、うん、はいはい、つなぐとこはつなぐところなんだけど、ええ、これ左側のネズミ色のやつ、うん、あんまり見たことないんだけど、ああ本当だね、あんまりない、これどこに使うんやろうと思って、うん、コメント来てますよ、ここで多動液晶寝るのって書いて、怖すぎベッド作ってるんじゃない、いやいやいや、うん、入れないから、はいはい、工事現場ですからね、ええ、あなんかこれ U 字工、まあ、まあ U 字工は U 字工なんだけど、その向こうが気になるんだよね、向こう、そう奥になんか黒いのいない、ああるあるある、そうそう、これ車止めだよね多分、そんな感じですね、立ち上がって止めてます ね、うん、いやこれもね、組み上がる前にね無造作に置いてあったんですよ、おでこれは近鉄側から取ったんだけど、はいはい、入場券払って、はい、壊す、入場券払ってね貢献してるねはいはい、いやで手前にまだあの枕木があるから、うんうん、まあ、全部並べていくんだけど、うん、まだまだあの発展途上の段階の時の写真なんですよ、これひょっとしてこの先があるのね、はい、いや進んでみましょう、あじゃじゃん、綺麗に敷かれてる、そうでたださ、うん、砂利がないよね、まだないね、うん、先にこの線路だけちょんと組み立てたような状態にして、はいはい、うん、次に行くんですよ、スラブ軌道かな、怖すぎ、違うねはいはい、あ来た、ダンプカー来た、そう、いや、亀蔵さん、多度駅長、熱心にホームから取材してました、怖すぎ、いや、すごい、すごい、すごい。で、うん、これ、ダンプカー見てもらうと、あれなんだけど、うんうん、車輪がさ、はい、線路用の車輪が降りてるんだよね、油圧でこれ、本当だ、タイヤ上がってる、はい、そう、うん、で、その、うん、線路の上を走るのは、うんうん、ゴムのタイヤで走ってるの。あそういうこと、そうガイドになってて走るのはゴムタイヤ、はい、そうなんですよ、まあ、札幌の地下鉄みたいですね、怖すぎ、はいはい、すごい、でちょうど今これ砂利敷いてるのね、ね、砂利敷いてます、これで少しずつ前に進めば綺麗に敷いてくるってことね、ちょうどあのなんでダンプからさ砂利が落ちてくるところがね、あの写真で撮れたのがミソなんですよ、はいはいはい、うん、そうね、いいタイミングで、ちょうど砂利バラバラ落ちてますからね、落ちてるところなんですよこれ、はいはいはい、はい、あすごい、いいですか、はい、どうぞ、はい、でこれで、うん、砂利落としてあとから、うん、あの爪でさ、はいはい、あのガリ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 って言って、はいはい、砂利鳴らすのマルチプルタイタンパー、はいはい、この振動ヘッドが突き固める、あそうそう、ブスッと入って先になんかブルブルがついてる、はい、でこれで振動をかけるわけね、そうです、で、枕木と線路の間に、うんうん、そのバラストをね敷き詰めるんですよ、なるほど、吐き固めて、ははあ、でも確かにこの重機が来た後ろのところ、はい、黄色ヘルメットさんがいるあたりは綺麗になってますね、はい、もうそうです、そうです、あれで適当に横に山になってるやつをザッザッと中に入れたりしながら調整してるみたいなんですよ、はいはい、なるほど、はい、いやちょっと一個疑問、はい、これ住んでるんですか、ここ、ん、もう住んでるのこれ、違う違う違う、いや運も実力のうちでさもう張り込んどったら、う
で、なんせ養老鉄道のさ、ええ、入場券はさ、うん、別にさ時間制限ないから、ね、別にさあの、ね、2時間でリセットじゃないからね、リセットがないからね、うんうん、もう別に半日経って OK だから壊すいやすごいないやポイント押さえてるなと思って、はい、じゃあ次行きましょう、はいはい、わー綺麗、ちょあれ、あれ映像がで透き固めこんな綺麗になるんだね、そう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 、もうやる気になればできるんですよ、ね、怖すぎ、いやでわしずっとカメラ構えとったら、ええ、もうね作業してる人みんなニコニコ側でね、うん、嬉しそうに作業してるの、うん、怖すぎや見てる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 、やつが見てる、やつが見てるからちゃんと仕事しなくちゃって、そういうのじゃなくて、はいはい、やっぱりさ、うん、あの自分のやってる仕事を見てもらってるってなんか誇りがあるんでしょうね、まあ、職人だね、職人気質ですね、職人だね、やっぱいい仕事をしてね、そう、はい、だって板前さんだもん、怖すぎ板前なんか違う気がするなそれ、ニコニコしながら仕事してたよこの人たち、本当いややりますな、はい、でもさ、うんうん、これまだ足りないものあるよね、足りないもの、うん、ちょっとコメント待ちましょうか、何が足りない、ガセン電線、ガセン、ガセン、 JR 四日市駅まで延伸、亀蔵さんこれ川はいらないからね川いらないからね、河川、そう、あ、面白い、漢字テストこれ NG だから、はい、そういうことか、はい、なんだディーゼルカーかと思った、怖すぎおで電柱がね、うんうん、横たわってたわけなんですよ、おおでこの電柱もね、はいはい、もうちょっと進むと、うん、とあるものに化けるんですよ、えっ、へへへへへ、言っていいですか、どうぞ、これあ、あ、あで、あの車止めも設置されて、この間言ってた、そう、一番先っぽ の、 こっちのエンドこれがエンドじゃないかって言ってたやつやっぱりエンドだった、やっぱりエンドだったうん、はいはい、怖すぎ綺麗ですね、これもうここまで来たらなんかもったいないけど、その最後のところ、うん、なんかホーム残しておけばなんかでしょう、なんかもったいないねこれ、うん、でもさ、うん、これここまで長いと、うん、あの3両プラス3両の6両並ぶんじゃねこれ、あ、なるほど ね、 ねずらしてね、そうそうそう、ということはさ、これあの救護車ここにぶち込めるんだよね、ということは今度のダイヤ改正で桑名停泊3本か、へへ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 、怖すぎねえ怖すぎねえ、うん、やろうと思ったらできるよね、そう、どんだけ夜桑名駅増発しなきゃいけないんだよもしくは大垣駅なくすか、ね、あ、別に電車の中で泊まり込みはいいからさ、うん、あ、寝台料金6300円いただきます、カットでお願いします、寝台料金って今ほとんどないけどね、ね、うん、いや、養老鉄道でも寝台料金売ったらマニアは多分泊まるよ、本当、うん、A 寝台 B 寝台A 寝台は何、A 寝台はほら高級なやつだから座席、A 寝台は、うん、ラビットカーで跳ねながら、こうおで B 寝台は何、下でむしろ、 B 寝台は、まあ、ゆかちゃんの床ぐらいで怖すぎや、はい、ありがとうございます、あ、言ってたらラビットが出てきた、イエス、っていうか立派な河川中でしょ、っていうか両方兼ねてるのね、この真ん中のポール、だからさ、うん、このさ、うん、前の写真見てもそうだけど、うん、1本だけコンクリート中だったよね、こここれもう何、もう計画的、そう、計画的犯行だったんだよね、怖すぎ、なるほど、でしかもさ、これ、うん、ホーム真ん中に作れるぐらいのスペースあるよね、うん、これ、そうね、ね、はい、あ、パノミストさん7806でも置いておこう、怖すぎや、西尾垣の主ですね、ね、うん、モニュメントで、うん、あ入場料取ってもいいよね2時間140円ね、怖すぎ間違えた、210円だったようですわ、210怖すぎや、はい、いやすごいね、なんか上のこのなんていうの、うん、ジグザグの上のこう支柱がかっこいいね、なんかね、二段構えみたいで、でもさ、うん、やけにこれ広いよね、間隔が、まさか3本目だから、その気になったらホーム作れねえと思って、うん、できますよねこれね、うん、うん、いいですね、何か良い情報、伊勢林の折り返しが幸せになれますように、怖すぎですはい、でこれ、うん、これもちろん、もちろん向こうの北西線取ったんだよね、うん、違う違う、トラック、あ、トラック、そう、はい、でさ、うん、このまあいろんなの積んでるけど、はいはい、1個なんか気になるの乗ってない、
タイヤ気になるもん。おゴムタイヤ、うん、なんでこんなところに乗ってるか知ってる？これえ意味あるのこれ？あるの。さあ皆さんにちょっと聞いてみましょう。なんでゴムタイヤがここに乗ってるか。えゴムタイヤこれ理由あんの？あるあるあるっすよ。で忠幸町が針刺してブスってパンクさせるから。怖すぎや。うん、あ亀蔵さん、うん、スペアタイヤが置けないから油圧。そうか、はい、療養車だからか。そうなんすよ、ぶら下げらんないの。そうだからもう線路とかさ、うん、走るためにいろんな機器がお腹についてるから、うん、はいはい、スペアタイヤ置けない。なるほどね、考えてみりゃそうだ。そうそうそう、だから普通に道路を走ってても、うん、ここにパカンと積んであったり、うん、あの煽りの後ろにポコンとついてたりすると怪しい車だって一発で分かるんですよ。なるほど、いや勉強になりました。今ね、はい、JR 側もこれ入れてごちょごちょしてるから、あと、うん、結構ね食わない気。ごちょごちょしてる。結構食わない気、うん、いやいっぱいいるよ。あ本当、夜中面白いよ。で自由通路をあの上から見るのあのただだから、ね、おかしいよね。夜中いろいろいて面白いよって。だって明るいもん、あれ行動だから。いや明るいとか暗いの問題じゃなくて、夜中に歩くのは徘徊。よい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 よ、あれ行動だもん、道路だもん。エスカレーターも動いてるよ、エレベーターも。あ夜中も動いてんだ、うん、はい。怖すぎ。忠幸町を見たら要注意。よし、はい、次行きましょう。でさ、はい、今ホームがさ、はい、分かりやすくなったの。なんかちょっと小綺麗というか、要はねこの新しくなった屋根の下の柱を境に、うんうん、まああの券売機がさ、うん、今までその近鉄の柵に向かって直角に置いてあったやつが、はいはい、こちら向きになりましたね。こちら向きになったんですよ。おまけにそのまま、うん、生産機に向かってゴーって矢印ありますし、おまけにちょっとこうずらしてありますね。そう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 、でずれ込みできないようにちゃんとこの矢印のところ並んでどちらかに行くみたいな感じですね。でぼーっとしてると真ん中の柱に当たるから。で真ん中の柱に当たらないようにここに溶接ライン巻いたのね。そうなのよ、緑のライン。本当はこれゴム欲しいよね。あのリングに巻いてあるような。ゴム何すんのここで。いやサウンドバッグとか言って、うん、怖すぎ、うん、で出口が、まあ、あのアルソックさんのとこの左側が本当の出口で、うんうん、近鉄乗り換え口がこっちだよと言って、あの前にまたあるんですよ、はいはい、いや本郷駅長やりかねない事案。怖すぎ。やらないから。やるスペースもないし。でまあ、近鉄側と、うんまあ、比べてみると溶接のホームってやっぱ狭いよね、はい、これ近鉄側広いけど、うん、それはまあ、うん、所有権の問題が怖すぎ。これやっぱ曲がりしてるからね。ちょっといいですか、はい、気になることが一個おじさんあるんですけど。どうぞ。昔さ、はい、平日の朝だけさ、A、もうこう開けてやるよっていうさ優しさがあったじゃない。ね、今ないよね。これないってこと？いやいや、あの一応門はあるよ、うん、鍵かかってないから簡単に開けるで。怖すぎ。買ったでもないでしょ。ちょっとそこのだって工事屋さんさいつもここ出入りしてさ。いや工事屋さんでしょそれ。そうアルソックさんもさそこ出入りしてさ近鉄側見張りしてさぐるっと回ってきたりしてるからさトイレに行くときに。怖すぎ。今ないのね。とりあえずあ何もない、何もない。あのいわゆるそのあピーもないし連絡通路ないのね。そうみんな外れちゃったね。はい、というかでも、うん、さっぱりしたね。あのごちゃごちゃしてたねホーム、同じホームとは思えないんだけど。同じホームとは思えないですよね、うん、で柵もさある意味、うん、あの明るい柵に変わっちゃったでしょ、うん、はいはい、前は本当のなんていうの鉄板だったけど、これだからそこがあった場所だけこれになったってことね。そうだから見通しが良くなったの、まあ、つまり、うん、昔はここ通れたけど今は通してやんないよ、見えるだろうっていうことね。コメントは差し控えさせていただきます。佐渡駅長専用のドアで書かれてます。いや別にあのジャンプすれば。おすげえ。聞きました。えどうせ鍵開ければとかすぐ開くからジャンプすれば。いや国体選手ならこんなの簡単でしょ。じゃ意味が分かんない。意味全く分かんない。それ自動改札みんなジャンプすればいいって話だよ。ダメです皆さん。えわし何も言ってないし。保護駅長ならできるのね、まあ、こうして怖すぎや。不正乗車って書かれてますよ。おお、そうですね、うん、そうですね。開き直ってな。はい次行きましょう、はい、お屋根でさ、はい、これ、うん、小技が効いてるの。小技、うん、このなんかぶら下がってる黒いの、うん、ぶら下がってる黒いのとか、うん、いろんなところにこれ鳥さんがさ捕まるじゃん。鳥ね、うん、はいはい、だから鳥が捕まらないように、うん、ピアノ線が張ってあるの。
え棒のところにピアノ線がずっと全部貼ってあるの、これ本当これよく見えないけど、そうそうそう、拡大してもらうと分かるけど拡大できないんだよね今のね、うん、これね、まあまあね、別に YouTube の人とかテレビはずっと近くで見ると分かるけど、そういう問題ピアノ線が貼ってあるのこれ今のめっちゃ面白いテレビを離れて見ましょうじゃなくて、それこれを確認するために、それ昔テレビでスカート覗きたいおじさんが下からこんな風に見てなんか見えるかなみたいな、今地デジですごく分かるから、近くでずっと寄っていくとピアノ線見えるから、まあ、つまり鳥に優しくない食わないきね、ね怖すぎや、コメントは差し控えさせて火の鳥とか走ってるくせにな、怖すぎでまだ次の、まだ、はい、はい、次あるんですよ、で次がさ、これなんだかわかる？電線。この機器よ、機器。機器。この機器、何かわかる人コメント待ちます？はい、聞きましょう。うん、弁当箱が4つ。ね。なんだろう。これちょっと拡大するとまたわかるんだけど。なんでしょうね。これなんでしょうね。通信制限食らった時に Wi-Fi なのこれ。あ、何？近鉄 Wi-Fi。駅に Wi-Fi あんの？はい、食わない駅設置されて、例のさ、うん、ベンチ、溶鉄にもあるじゃん、はいはい、あ、ここで使えるんだな、あれ、おこぼれに、そうそうそう、30分、1日5回、つなぐことできるから、1日5回って一応制限あるんだ、制限あるけど、うんうん、でも30分ありゃ別に、30分5回だと、2時間半、ただ駅舎先、半日いるってから無理だね、いやいやいや、だって改札外だもん、溶鉄の、改札外。怖すぎだってあのベンチで十分入るもん自由通路も入ったし怖すぎ、あすごいね、なんか急行停車駅みんなそうだよ、あそうなんだ今、そういや時代は進んできたね、そうでもさ、うん、名鉄は電車の中で使えるけどさ、うん、その鶏とさ島風しか使えないんだよね、鶏鉄は怖すぎ、さすがだね、後半の名鉄特集に向けて持ち上げてるね、はい、いいですか進んで、 Wi-Fi 完備か、すごいな、だから速度制限食らった人ここでね、いいね、回復できるよ、でこれは、これさ、ちょっと大きくしてもらうと分かるけど、まあ、右側はね切符売り場って分かるんだけど、はいはい、左側の矢印よく見てください、これ左側の矢印なんて書いてある、これ養老鉄道回数券定期券は近鉄線窓口怖すぎでしょどんなご案内これねえ、今までアルソックさんのボックスで売ってたよね、確かやめたの、やめたみたい、あれと思って、いや忙しいんかな、昼間いると一人しかいないから、アルソックさん多分これ売ってると電車来ちゃうと収札できないし、うん、みたいなね、ことかな、近鉄に丸投げみたいっすよ、うーん怖すぎや、まあ近鉄もそれぐらいやってもいいよね、養老鉄道切り離したんだからね、怖すぎやいや これで1枚売るとマージン半分ねとかで怖すぎやか、なんかということで10枚売ったらポイント貯めてはかる君貸してあげるとかないかな、カットでお願いします、なんか最近貸してくれないとか噂があるから、いやはいあれいやもうおしまい、一応これで早いやいや まだあるんだけどね、あまだあるの、うん、まだあるの、もったいぶってんのね、一番最後にまだ隠し玉が、隠し玉どうぞ、はい、どうぞどうぞということで、うん、はい、突然この水鏡が、とりあえず桑名駅15線ここまでね、水鏡じゃないこれ、これ何これ何 TQ03 さあコメント最初の方にいただいてましたが、なんかあまりに10号線が濃かったからさ、今こう気持ち的にそこへ今行けない自分がいるんだけど、あなるほど、ええ、なるほど、行きますけどね、まだ心が動揺してるのいやもうね今日、はい、緊急案件でくるくるパーがね、ええ、回っちゃったのよ、あそれ以上前進めませんって、あ猿でも出たのね、うん、なるほど、ええ、すいません、乗務員が出庫してくるのがくるくるパーで抑制されました、鹿が出たり猿が出たりね、鳩が飛んだり大変ですね、そうですね、うん、はい、ということで実はコメントいただいてました TQ14 皆さん、うん、5月の3日でしたかね、うん、ぐらいからどうも目撃情報がなく、うん、で休車になったんじゃないかということで車両、これ TQ の03じゃん、はい、分かってる分かってる、これいび停泊、うーん、説明しないと分かんないけどね、分かだって、ね、絶対分かんない、列番出てないから、もうね、うん、運用すっちゃかめっちゃか、
ああなるほどね。2連で3連、3連で4連、あ間違えた、3連で2連。そうそう、いつも Y の31がさ2連で来るしね。あそうそう、朝のね、もうあれほぼ今固定になっちゃってる ね。とにかく TK14 動かない間、車両のやりくりがすごく大変で、なるほど、2連の運用に3連が来ることも稀にあった。どうしてそうなるのかなって感じですけどね。ね、はい、こんなことがいっぱいあって、あのこれは3連運用ですが、まあはい、まあ、画像お願いできますか、はい、こう2連がやってきちゃうという、まあ、来るんだよね、もうだからね、あのもう並ぶ位置もまず位置もね全然わかんない、なるほど、丸なんだか三角なんだか2なんだか3なんだかみたいなね、しょうがないよね、はい、来たやつに乗るしかないんだよね。あそうね、はい、という中で明るい話題が一つ、あの先月、この動かない動かないと言ってた、ラビットが動いたよね、動いたというか動かさざるを得ないんだよ ね、はい、もう本格復帰をしています。そうそう、なんでそれが出たかがさ後ろの方にあるんだよね、理由が。ああそうなの、そうなの、ちょっと楽しみにしてこ、そうです、はい、ということでラビットを遺産で取りに行ったら、ちょっと足が遅いんじゃないの、もうちょいだね、ちょっと足が遅いんじゃないの、もうちょいだよ ね、もうちょっと頑張ってほしかったけど、ちょっとねちょっと休みすぎだね、ちょっと筋肉落ちてますよ、ちょっと京急、はい、さん頑張りすぎたんやそうねはいはい、はい、これあの先月お話しした、カラスエ1号、トンネルね、ディレクターがすぐにカラスエだって当てたやつ、ね、俺はマニアじゃないって言い張ってましたけどね、この西側にあるっていうトンネルで、この間話をしました、取材してきました、こんな感じで綺麗な道路になって、なるほど、ほれ抜けてる、場所的にはね奥にちょうど、まあ、こいつを使わないわけじゃねえんだろうって話ね、でも今のところまだね踏切降りてる、ああなるほど、でも当選防止であるからもうすぐなくなるんかなって、まあ、こっち通れよっていう感じですね。なるほど、でもこれ改めてね通ってきたんですけど、このレンがいいね、ね、3ナンバー無理、いや車は無理ですあの手前にちゃんと入るなって、ちゃんとこれ、ね、軽トラなら OK だよねこれ、いや無理でしょう、いや軽トラなら小さい幸運機ぐらいですこれ多分、なるほど、ね、はい、ということでカラスエ1号、はい、代替路が整備されたということですね。そう、まず高さが無理ですよね、今あるよ ね、まあ、ね、リンボーダンス、そして、はい、で TQ03 先ほどありました、見にくいんですよこれ、試運転なんでなんでなんですかね、あのこれ七海さんからあの提供いただきました、ありがとうございます。なんでなんかね、あのちらっと駅員さんに聞いたら、なんかあの TQ 離線が結構するみたいで、なんかその辺のことも調査したいなみたいなことが、そうよね、2連どこなんか書いてあるもんね、怖すぎね、ということで、なんか全線試運転を西大垣から伊比まで行って、伊比から桑名というか東方まで行って、でこれ東方を折り返してまた帰っていくと、じゃあはかるくん筋で行ったんや、そうですね、いわゆるはかるくん筋ですね、あなるほどね、はい、懐かしいですねこの筋も、はい、ということもありました、はい、そしてあれちょっと待って、待って今 TQ03 だったよね、もう一回よく見る、なんか似たような場所と似たような写真だけど違うね、っていうか手前に車輪あるね、そう、何これ、だってさこの頃さ、06見る TQ の、な見ない、あこれ 06? あクーラー白い、えまさかの入場、カモな、カモなのよ、わわわカモ、カモですよ、あで次の写真ももうさスタンバイ OK なの、もう持ってっちゃう感じだね、そうそうそう、えちょっと待って、もういよいよ白クーラーこれであの TQ14 だけでしょ、でもこれ TQ06 持ってったらっていうことで、なんか TQ14 がこのタイミングで動き出したという情報がございますので、まあ、これ来月ちょっとレポートして、だからさ、はい、お伝えしたいと思います、はい、だからさ、写真は間に合わなかったんだけどさ、はい、あ行き過ぎた、今日の深夜、今日のその朝のずっと深夜に、はい元さん動いたのね、あ動いた、あということは塩浜に行ったのね、とりあえず情報としては、ウエスウエスということで、じゃあここからは、はい、もったいぶって来月という、もったいぶって来月、はい、ということで今月の養老鉄道ニュースでございました、はい、もうしっかり回復し、あの自分で自分のこと褒めちゃいけないけどね、ね、たぬきちもすごいなと思うけど、これ5分ほぼ5分遅延でスタートしたのね、ね、ちゃんと5分遅延でここ来たね、ね、あの大量の10号線処理できるかなと思ったけど消化不良起こらなかったね、全然普通でしたねそう急いだ感じないんですけど ね、はい、ということでありがとうございます、さあでは、特集に、さっきちょっともあのフライングしましたけど、さあ、ね、あのこちらを、そう皆さん今日はこちらでございます一般席、はい、あの名鉄の特急をよくやるんですけど、一般車の特集を、はい、
入れに切らなければ2回と言ってたんですけど、うん、構成してる段階でもう絶対無理になったんでもうそうしました。怖すぎ、はい、じゃあ来月は何、来月後半特急、いややらないよ、一般車2回分無理、はい、怖すぎということで、今日前半はですね、はい、まあ、あの名鉄がこう一般車という概念、そもそもこれじゃじゃんってこう指定席車があるんですけど、今あのもうこれも過去帳入りですが指定席車っていうのが今あの、うん、ミューのマークがついてますよね。いやでもさ、おじさん世代は座席指定権だったからね。そうね、これひっくり返すと真っ赤だから何でもいい、まあ、うん、ね、怖すぎるいやでも今でもさ、ね、座席指定権で通るからね。あ、そうそうそう、ね、名鉄はあくまで特急券じゃなくて座席指定券ミューチケットなんですよ ね、うん、はい、で名鉄が一体どんな工夫をしながら一般輸送をしているのかっていう歴史と、ほう、それからまああのーまあ、歴史とうんちくね、わかりました完全もうなんかね喧嘩売ってますよねカットでお願いします、はい、怖すぎだよね、はいはい、じゃ あの写真お願いできますか、はい、ということでさっきフライングでちょっと出ましたけど、さあ懐かしい写真を、はい、もしかしてまたこれも、それはもういつもの、怖すぎや、中村さんからご提供いただきます、元初日さん中村さん、ね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、だ名鉄だけかと思ったら名鉄もしっかり記録されておられます、怖すぎ、はい、神宮前ですね、ちょうど上が常滑線から来るホームで下が本線だと思われますが、今こんな形だったっけ、今一緒ですよこれ、ただホームの位置がちょっとずれてますので ね、はい、場所違うよね、 もっと今ってまっすぐじゃない、ずれたのは金山、うん、あ 金山橋が金山になったよね、 あ、うん、はい、あそこね、ということで、うん、まあ、名鉄電車といえばここにあるように、まあ、これ代表的な昔の2車種ですね、い、はい、ね、オールドロマンスカーとパノラマカーが映っておりますけれども、い、はい、二扉クロスです、お、うん、もう名鉄はあのパノラマカー特集の時にも少しお話をしましたが、そもそも輸送は二扉クロス車に座って快適に通勤通学、なんだその顔、だからさこれさ、はいはい、どうしてもさ時間かかるんだよね、奥に入るのに ね、うん、で奥に入ると出られないんだよねこれ、そうですね、まあ、一番出られないのは運転手ですけどね怖すぎやこれ今ちょうど乗務員交代してますけど、ああ、はい、雨の日大変だよねこれね、雨の日大変、つるっと滑りますから ね、はい、滑ったら大変だよ、であとね、うん、名鉄のこだわりってのはここにあったんです、さあ皆さんこれ同じ神宮前ですかね、これ準急新一宮、まあ新一宮はいいんですが、うん、その横になんて書いてあります、これ経由が書いてある、なんで、で対馬経由、お、名鉄の路線が浮かぶ方はここでわかる、あっち回り、これから名古屋向かって行って一宮に行くと思いきや塚口から対馬線に入り、地獄寺七宝沖だと、で対馬に行ってスイッチバックをし、で一宮に抜けるの、萩原町を抜けて一宮へ行くという準急対馬周りの新一宮行きでございます、でそのままあの堤防のそばまで行っちゃうってこと、まあ、その後どういう風になるかちょっと分からないんですが、ただ電車の向き変わるんでねこれ、あ、なるほど、新一宮の段階でスイッチバックしてるんでね、はい、多分これが本線に行くことは普通はないと思いますが、なるほど、まあ、こういうね視線に直通をして、うん、いろんなところからお客さんを拾うっていうのが名鉄のポリシーだった、おわけです、あ、はい、通扉でね、 そう、でそれがもうつい最近まで、まあ、これをつい最近というとちょっと語弊があるかもしれませんが、はい、でも平成の時代までこんな電車がいっぱい走ってたわけですよ、うん、それも急行やとみですよ、あ、なるほどね、これ結構ね乗り心地良かったよね、この子は、はい、もうやとみ行くなら近鉄より名鉄ですよ、はいそんな人はあんまりいないかな、いないいない、ちょっと時間かかるからね、いないいないいない、うん、まあ、二扉クロスで、はい、視線直通なんかはこの2両4両が結構幅を利かしてました、うん、でここでね勘がいい人は気づくんですけどね、まあ、いろんなところ行くわけで、これ平気な行きですけど、いろんな列車が来るんですよ、あ、どっか一極集中しません、これもちろん名古屋駅がパンパンポンでしょ、結局視線のそうそう視線の駅の人は名古屋に行きたいわけですよ、だからよそ者名古屋駅に行くとここはどこ私は誰になるからね、そうですね、さあ話題の途中ですが後ろでブーブーとなります、もう遅延してるのでこのタイミングが悪いところで電車が来ます、まあね今日もガチでわし見てないからね、お、さあ皆さん今日、うん、電車のまあ、まあ、桑名行きと大垣行き、うん、そうだから桑名行きはまあさっき見えたから分かってたからね、D の02 ね、 ね、うん、さあ大垣行き、大垣行き、さあ皆さんお願いします、 D の01 D の01なんか最初に言った気がする、いやいや2連だから2連だから、
はい、うん、どうぞ。2連だから2連、はい、2連。さあまずは食わない気ですね。まあこれは3連ね、もう 見えてたから、ね、Dのゼロにね、うん、これはもう見えてたから、はい、はい、来ました、ね、なんかでもあれじゃないですか、うん、で一応さ今日は、うん、あのさっき言ったみたいに、TQ の06はもうさよならしたから、まあ除外して OK ですよね。 Dの02ってここで見るのなんか新鮮じゃない。まあそうです、ほとんど見たことがない。まあ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 ほとんどね、Dの04でしたからね、うん、ね、うん、でわし今日出勤してきたのは、うん、TQ の05で来てるから、うん、いつの間にか出勤になってますけどね。そうで、その2つは省いてよろしいですよね、はいはい、さあ皆さん TQ05 が多いですね。だから TQ06 はいないっつうに。さっき説明したじゃん。もうはい、D06TQ01 D の21増車ですね。いや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 、スナックカーはいません。いないいないいない。あ、TQ01 かな。なんかさ本読んでたけどさ、はいはい、なんかキューンって聞こえたような気がせんでもないけど。あ、やっぱ茶番ですか。いやいやいや、だから見てないって。本読んでたからちゃんと来ました。6441怖すぎ。なんで4桁が来るの。そういうこと言うと441って言いますよ。なるほど、はい、あ、じゃあやっぱり亀蔵さん。やっぱりいや、耳がさ出た。デーの22、それ先月の今月の1枚。怖すぎや。カモシカいないし、もういないし。5200系来てほしい。まあね。さあ何が来ますかね。何が来るかな、はい、いや、ラビットカモーはカモーなんだけどね。デーの23は最初に離脱した3連ねえ、うん、ハイブリッド改造。あ、これなんかキューインって、キューインって音してるじゃん。キューインって音。あ、やっぱりインバーターっぽい音がしてきました。やっぱりボクチンの耳は正確やった。そういうことか。え、じゃあインバーターに相関した D の06。怖すぎ。あ、違う。だったら絶対に東風に行くじゃん。そうね。その通り。そしたら昼休みの誰かさんの餌食になるじゃん。怖すぎ。列車当てがもはや大喜利。よよよよよ。あ、あ、あ、何番とりあえず赤帯なので、ちょっと今01か03がちょっとまだ判別できません。クーラーの色を一緒になっちゃったから ね、 ね、 TQ01 か03かどうでしょう。01や。1ですね。はい、 TQ01 です。うーす、うーす。あー、誰当てたの、当てたの誰かな。なんか TQ01 も久しぶりじゃない。うん、ねえ、まあはい、でもあの子静かなんだよね。うん、うん、あ、03はイビセンにいるんだ今日。あ、なんだ。はい、あ、一応 TQ01 で。はい、いや、そうですか、ありがとうございます。はい、じゃあまた特集の方へ戻りたいと思います。ほい、はい、ということで二扉天国の命列だったんですが、うん、例外があったの、はい、例外は瀬戸線。いつの写真これ。昔72年。いつの昔これ。1972年、白黒やし、うん、中村さんの。怖い。これってさ、は、違うところみたいな。違うところみたいです ね、 ねで、これね、750系っていうのがミソなんですよ。で、これね、これ知ってる、慣れの果て。750系。あ、ここにやっぱり来たんや。そうそうそう。あ、どっかで見たことあるなと思って。そうでしょ、瀬戸線が昇圧して、はい、この三扉車が谷組線に追いやられたの。いび谷組。だからどっかで見たことあるやつやな。同じだよ。お、一緒じゃんね、これ。はい、同じだよ。あ、はい、なるほど。そういうことです。はい、でもここじゃないんで今日は。あ、え、はい、え、ここじゃないの。ここじゃないの、はい、いや、だから三扉っていうのが命令線いなかったのよ、ほぼ。ほう、うん、でちなみに皆さん、うん、あのマニアな人は知ってると思うんだけど、パノラマカー登場何年か知ってる、うん、昭和36年で、実に、はい、これ調べていただくと分かります。昭和36年から、うん、なんと12年間かな、うん、昭和47年まで命令の申請者は全部 P パノラマ。怖すぎ。パノラマカーしか作ってないの。フェニックスとかいろんなシリーズだったけど、パノラマカーだけなの。だけなの。まあ7000系と7500系はあったんだけど、だからずっと二扉展望車しかないの。怖すぎ。そういうことはもう名鉄に、とにかく来る電車来る電車二扉なの。なるほど、うん、いや、通勤通学してる人が言ってたもん、うん、時間かかってしょうがねえやって。座れりゃ天国だけど ね、はい、ということで、おー、はい、で、まあ、あの四川の列車もですね、うん、まあ、あのこの HL 車がずっと幅を利かせて、この小型車体でドア2個で頑張っとったわけですよ。なるほど、あ、ちびっこ軍団ね。そうちびっこ軍団で、いよいよ今日後半でお話するこの6000系ってのが出てくるんですけど、はい、これが出るまでが大変だったのよ。え、出るまで、はい、これあの先ほどお話した、はい、画面でかくして、はい、
新名古屋から本線系と直通運転を行って路線ネットワークって昭和50年当時ちょうど知多新線ができた頃の図なんですね。まだトヨタ線ありませんし、まあトヨタ線もトヨタ新線って言ってたからね。そうだね、トヨタ懐かしいね。めちゃめちゃ懐かしいんですよ。、はいね、当然あの上田で地下鉄その先ないですし、ね、うん、あ、ないんだ。でも三宅八尾津ね、いわゆる碧南吉田間を直通して蒲郡に行くような列車もガンガン走ってた頃、まあさ、うんうんね、ちなみに東名古屋港ここに入ってるけど、これ知ってる人はマニアだね。あ、なるほどね。だってこれ直通運転を行っていた線路ネットワークって書いてあるからね。え、してたの、うん、怖すぎ。昔はあ、そうなんだ。でも大昔は郵筒があったんだよ。え、急行とか準急が新名古屋通って、はい、東名古屋港行ってた。そんな時代もあったのよ。知らない、うん、知らない、ね、僕マニアじゃないから知らない、うん、そうそう、ほらほらほら、八尾津行きのパノラマカーとかあったもんね。いや、マニアだから知らないって言った今。怖すぎや。はい、ということでね、はい、あ、ね、うん、あ、さすがですね、はい、うん、ごめんなさい、元田中さんですね。朝に設定があります、はい、そう、朝限定です、東高行きの直通は。さすがだね。お、まあ会社の出勤の人よね。はい、あ、まあ、今も変わらないけどね、まあ、こんなことがあって、うん、でも結局昭和40年代の後半からどん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 通勤輸送が増えて、特に犬山線でとにかく積み残しが出るようになるの。そりゃそうでしょ、二扉車じゃもうダメだって。ダメだダメだ。でも、うん、あのパノラマカー大好きだった社長が、うん、いやダメだと、名鉄は座って通勤だと。怖すぎ、許さないと。許さない。 SR の時にもありましたけど。なるほど、だから窓から入るんですね。いや、そんなことはないからしょうがないから、はい、本社の社員が犬山線の駅に朝は、うん、犬山線の駅にまず行って出勤して、お、入れ入れ入れってやって、はい、でそれから本社に出勤。怖すぎみたいなことをやってたんだけど、はい、いよいよこれは難しいということで、はい、限界が来ます。これ、新名古屋駅で、うん、お客さんがいて、こうやって今向こうからやってくるのは二扉の SR の特急が来ましたけど、ですよ、ね、うん、これ名古屋にいると困るのよ。その乗車位置が、ね、乗車位置でいろんな方向に行くし、そう、でさらにここに三扉車が来るともういよいよって、これ三扉車が入ってくるときに、で二扉か三扉か分かんないわけよ。分かんないよね。並んでてもそこドアなかったりする。残念症じゃん、真ん中の残念症。ということで、まあ、こんな感じです。もう入ってくるたくさんのお客さん待ってるんだけど、あの左側のね、中ほどに電気がついてる停止位置、はいはい、分かります？はい、ありますね。おそらくこれ手前なんで対馬線の列車だと思うんですけど、はい、要は停止位置を変えるんですよ。あ、このランプのついてるところに並びなさい、ね、ま、2両でも真ん中に来ないんですよ、うん、手前の方に2両だけ止まって前6両空いてるとかね。怖すぎ。それはないね、4両で来てたから前と後ろで切れてたのね、うん、真ん中に信号あるんですよ。だから、あ、なるほど ね、はい、ね、でこんな風にライトをランプをつけてどこに並んでいいのかっていう、これ田舎もんには分からんすよ。分かんないね。でこれ名古屋の工夫で、一番下の一宮岐阜方面の急行に電気がついてますね、はい、上に。分かります、うん、このランプがつくと、うん、次の電車が来るよって、ね、うん、でさらにドアが開くとまたこれがあの点滅したりして乗降中だよみたいな ねいうことをやっていくということで乗りさばいていく、うん、名古屋の人なら乗れないらしいね、これ。だって大阪の環状線もこんな感じでしょう、うん、田舎も無理だもん。いろいろ来る ね、うん、今ね、あの三扉計画が、うん、まああるけど、はい、あれも難しい、これが本家本元だね。そうね。だからまあこんな風にですね、はいはい、もうあの左側の電車の横を見ていただくと分かるんですが、もうこの色とりどりの電気で皆さん並んでるという。なるほど、はい、でももう限界、はい、ということでいよいよ犬山線に、うん、その当時今の豊田新線に向けて作った名鉄二百系という四扉車がいるんですが、はい、まあ、それを暫定的に入れてさばいてみたりいろいろやるんですけど、やっぱりもうダメでですね、ダメない、いよいよこの六線系列が出るんです。はい、まあ、この前にあの東急からね、うん、3700系というのを買って、あ、一旦三扉車を試すんですが、ね、はいはい、で昭和51年に出ます、うん、最初この白色だったんですよ。なるほど。ドア白でしょ、はい、顔も白いでしょ。こうやって前なんか言ってたよね。あ、そう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 、ね、だからこれでお客さんが三扉か、うん、二扉かを見分けるために、絶対分かんねえから、うん、でも6000系入れた時はこれなかったの。なるほどね。で後でこれが出てくるんですけど、ね、あ、こんな風にね。で左側の二扉車はドアが赤いですけど、うん、右側の6800系ですが、まあ、白いのね、はい、うん、白いという、うん、ね、はい、ということです。なるほど、ええ、でこれあの当時その四扉車が犬山線で、これも開業してからですが、はい、彦星くずはさんに提供いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。でまあ、これはあの名古屋志向の車に合わせたからという四扉車。でもこれ例外です。
はい、地下鉄だもんね。そうですね。であと結構ぶっ飛ばすんだよね、うん、そう早いよね。早いめっちゃぶっ飛ばすからびっくりするもんねこれ、ええ、地下鉄ノロノロ走っててすごい音で ね上がってくるとね、はい、そして走行しているうちに命令の輸送体系が変わります。おい、はい、こちらお願いできますかね、うん、でそれまでですねいわゆる特急っていうのは特急施策の中でこの指定席車のみで走ってたんですね。なるほどね。で全車自由席は高速という種別で走って、うん、でそれはまあなんか乗車のチャンスが少ないということで、まあね、特に犬山線全車指定の特急が来てお金払うの嫌だっていう人が、うん、みんな高速に流れる、ね、高速とか、まあ、高速はあんまなかったんだけど、ね、急行に乗るから、うんはい、急行をさらに混むという。なるほど。ということでこの一般車と指定席車を両方くっつけるという施策に変わるんです。でこれが今画面出てますが写真お願いできますか、うん、はい、パノラマスーパーももともとは4両固定の指定席車だったのがこう一般車と、あ、ねね、うん、こう指定席車ができてここで一般車、今日の一般車輸送の一般車の概念ができるんです。もしもし、いやいや相当かかりました、ね、大丈夫、遅延してるから怖すぎや、ね、はい、お願いできますか。これ特急車もこのようにですね、はい、分かりやすいようにあの手前キュートそうなやつ持ってきましたけれども、うん、これミュージックホンないんだよね。ミュージックホンない、よく知ってるねよく知ってるね。そう、造形車はミュージックホンがないんですけど、ないんだよねこれ、はい、ハズレなんだよねハズレね、うん、で一般車と特別車という概念ができてきます、ね、あのね、うん、この空港の時にできた2200系も、まあ、一般車と指定席車がこう分かれるキュート層ですね、はい、はい、というね、うん、でこの6000系です。お、はい、これまあロングシート改造されてからですけれども、うん、はい、これがこれまた初日さん、中村さんすごい写真を提供いただきましたが、ブルーリボン賞受賞の77年、昭和51年に登場しまして、はい、それからも結構経ってるんだね、まあ、その翌年ですよね。ねえ、うん、ほら、あのね、何がすごいかってね、はい、まあ、あの火の鳥ブルーリボンおめでとうございま す、まあ、ブルーリボン賞ってね、うん、だいたい特急車が取っていくんですよ、ね、こいつぐらいじゃないですか、純然たる通勤車がブルーリボン賞をかっさらってたの。なんで取れたんやろうねこれ。なんちゅうこと言うんですかあなたは。はい、カットでございます。でもやっぱりそれぐらい名列にとっては画期的な車で、うん、でもこの車クロスシートなの。今ロングシートに改造されちゃってるけど、あ、クロスシートで見てるの。すっごい狭かったんだよ。シートピッチ75センチぐらいしかなかったんだよ。怖すぎ、青空へ。ちなみにシートの幅も82センチだったかな。青空2人掛けですよ。青空 1.5 人掛けシートって言われましたけど当時。おい、だけど、うん、それは三扉車は譜ってもクロスシートは譜らないっていう、幹部の強い思いが。なるほど。で、まあ、あの営業サイドと運転サイドがここでぶつかったんですが、うん、はい、まあ、ここはとにかく三扉車を入れることが先だということで、うん、まあ、平たく言えば座席は後で変えられる、怖すぎやーっていう判断で。なるほどね、はい、大人の理由ね。でもこの椅子は快適だったって言ってね、うん、あの角度が絶妙だったという。あ、なるほどね、はい、いうことで人気を博してブルーリボン賞を取るということになっていく。ほらブルーリボン賞。なるほど、はい、まだ残ってますよ。あ、これ、まだね、去年の写真なんで、うん、ちゃんと残ってますから、はいはい、初期車には、はい、ね、はい、ということでこの6000系列が出てくるということで、うん、で、今日はこの6000系列をちょっとマニアックにご紹介をしたいと思います、うん、これ結構誤解されてるんですが、うん、この顔が6000系でいわゆる鉄仮面が6500系で、いわゆる金魚鉢っていうこの後出てきますが、3種類顔があってそれで分かれてると思ってる人いっぱいいますが、それ全部大きな間違いで、いやそれすら分かんないし、これ初期車です。はい、これが一次車というね、これ6001番の編成なんですが、もう田中が鼻でふんって今ふんって、だって今日あの本郷劇場来なかったらこれ絶対説明できないもん。分かんないし、怖い怖い怖い。はいね、同じ電車いっぱい並べてある。怖い怖い。で、あのこれちょっと横から見ましたが、一次車の特徴としてはですね、このん顔のですね、上にある行き先表示器の上がちょっとこう間延びした感じになってる。わかんないし、まあ、後でまとめた表を見せるから。はい、で横のドアもこの頃この時期の車ってみんなあの東京の営団地下ですとかでもありましたけど、うん、この乗降用扉の窓が上の方に上がってる、子供が外見たくても見れないやつ、怖すぎ。このタイプが多いんですが、はい、でこれが、二次車三次車に変わっていくとちょっと変わっていくんです。あの行き先の幕のところがちょっと形変わってるの分かんないですね。分かんないです、はい、後でご紹介します。はい、貫通扉の構造だとか、行き先の表示器の形が少し変わっていきます。2両編成がここで出てくるわけですね。クーラーが白いぐらいしか分かりません。いや、こっちも白いから。怖すぎ。はい、ね、はい、
ということで、これはガマゴーリワンマンがまだあの西尾まで足を伸ばしてた頃の、はいはい、時代です、はい、今こんな感じですね。ドアの色変わりましたんで、はいはい、これがあのいわゆる前期車の最後の車です。うん、横にある3つのドアの窓の大きさをよく見てください。へい、これその前のロットです。ん、先ほどの子供が背伸びしないと見えなかった横のドアが大きくなりました。ふーんって言われちゃった。わかりやすく説明してください。いや、わかりやすいでしょ。横にある3つの扉のドアの窓の大きさがちっちゃいの、僕には分かりません。大きいの並べて表示してくれないとよく分かりません。後で出てくるから。はいはい、あ、これよく分かるね。はい、ああ、ここまでこうやって、ここで見れば分かるね。で、あとこれよく見るとあの、はい、行き先表示器の窓の大きさが大きくなってます。犬山っていうところ、うん、よく見といてね。この普通犬山の大きさ、うん、よく見といてね。ワン、ツー、スリー、ほら。はい、次に行きましょう。はい、大きくなったんでしょうね。そうです。中期型です。はい、横の窓が変わりました。3つ窓が並んでます。ここ、はい、ほらパノラマカーみたいな、うんうんうん、まだパノラマカーの血の毛が残ってる、ね、うん、血の毛が残ってる、うん、はい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 、いよいよ決別してこの3つの開閉式の窓になりました。これ大きな理由があるの、はい、何でか分かる。この窓開くと思う。あ、エアコン用のやつで開かなかったの、もしかして。うん、これ開かないの。パノラマカーと一緒だから。おで、ここ中期車から開くようになったの。なんでだと思う。コロナのせい。そうそうそう、もうね、うん、40年後を見据えていたのよ。なわけ。なるほど、なるほど、さすが名鉄。違います、これね、簡単、はい、これ窓開けるようにしてね、うん、クーラー1個省いたの。怖すぎやーローテクの。この時に世の中でやっぱ省エネっていうことだとか、お、ね、環境に優しいなんてことが言われる。あ、そういうことにしてこうね。クーラー1個取ってたの。あ、電気がね、だからね、うんうんうん、あのね、この中期型が来るとね、はい、暑いの。外れで、外れ車、はい、いろいろ苦情もあったので、今増設してる。だよね、はい、同じ料金でこれはないよね。料金、それ比例防車も来るから、昔だったらね。怖すぎや。はい、で、まあ、この中期型がどんどん作られていくわけですね。ほいほい、はい、うん、ね、うんうん、ね、はい、これ犬山経由の新宿駅ですね。はい、これももう今見られませんが、新橋間行き。その並べて見れるのはいつ出てくるの。もうすぐ出てきます。で、いよいよこれが後期型です。はい、顔まだ続く。だって顔が変わったもん。まあ確かに、はい、これ鉄仮面、これ後期型、はいはい、ね、はい、うん、6045番からです。なるほど、この顔に変わっていきます。はい、ここで大きくいろんなことが変わるんで、ドアの位置もちょっとずつずれるんです。なるほど、今までね、メールって先頭車ドアの位置ちょっとずれてたの。なんで。あ、その運転室の後ろとか、そのほらパノラマカーだと席が欲しいとか、そういうちょっと名残、あ、いろんな、ちょっとずつ、ね、ちょっとずつ薄まってたの。なるほどね。でもそうすると、はいはいはい、名古屋駅に4両固定が来るときと2両2両がつながったときでドアの位置が違うの。列をね、移動しないかんから大変、ね、そのために、ね、あの電気ずれてたんだよ、ドア1個分ぐらいで。まあそういうのが解消されていきます。勘弁してほしいな。はい、というね、うん、でいよいよこの下のライト4灯ですが、腰のやつね。あれ、これ窓ないじゃん。いや、これもないよ。あれ、ここまでが6000系なの。はいはい、携帯分離。あら、今私お話ししたこと。あ、そういうことね。一次車の窓ちっちゃくて、二次車から、はいはいはい、二次車は実は大きさ一緒なんだけど、この上の傾斜がついてるの。だからちょっと上のこう行き先マークの上の隙間がなくなってるので、三次車、四次車から大きくなってるの。あとね、意外と気づかないんだけど、真ん中の貫通扉が一次車だけはへこんでるんだけど、うん、二次車からは同じ面になってるの。この点滅してるのな、わざと。これどこどこどこ。画面全体が点滅してるんだけど、ポチポチと。そんなことはない。これ何、あの、まさか新名古屋駅を再現してるみたいな感じがしたんだけど。ドアが開いてます、ね、そういう技じゃなかったのね、はい、ということで、前期中期後期が顔と貫通扉と、はい、うん、行き先表示器と側窓とドアの窓の大きさで、これ全部分けられる。これ永久保存版。分かんないよね、これ出してもらったら、ああそういうことねって分かるけど、うん、ええ、うん、でちなみに厄介なのは、はい、あのこの後期車は2両編成だけが作られていて、6045番からは。ほう、この4灯の顔で4両編成は6500系に移動してるの。怖すぎ。でこれ改正ブレーキを積んで省エネの車になって、開示チョッパで。
なるほど。だけど2両編成だと田舎に行くから電気を改正しても拾える電車がいないから6000系で続けたのと、ね、なるほどね、いうことで6500系もこの顔になり、はい、こんな組み合わせ、後ろ6000系の、ね、古い車がついてますけどになっていく。でその後追いかけて、うん、もう疲れてきた、ふーんとか言って、うん、で6800系が出てくる。これいよいよ、うん、これが6800系です、うん、2両編成も回線ブレーキを積みましたと。多分 CC ネットのあのお客さん、うん、僕ちんと一緒の感覚かもしれないねああ終わった、終わってないまだ終わってないの、遅延してんの今日は、まだ終わってないの、はい、そしてこの金魚鉢、うん、あじゃじゃん、皆さんおなじみのこの顔が出てきて、いよいよ最終地点、勘弁してほしい、6800系と6500系、はい、4両編成が6500系、どうぞ、だから顔じゃないの、ああはい、ということで6000系、ああいよいよ、まあ、数を減らしてますが、はいはい、うん、だいたい掴んでいただけました、わかりました、絶対分かってないね、そうっていうことにしておこうと、はい、で中はもう今こうロングシートに改造されてます、はい、うん、改造されて、ほら座席は後でも変えられる、怖すぎやっていう、なるほど、ことになってますし、三河線ではワンマン改造されて6000系がまだまだ使われるので、うん、まさかの魔改造されて行き先が LED になってる編成もということで、もう重整備をされて、もう中新車同然いつまで使うんだって感じです。だってこれ残ってさ、うん、もうちょっと新しいやつが罰されたよね、さすがマニアじゃないですか、よく知ってますね、怖すぎ、そうそう、この三河ワンマン車、そう、これ脱走していろんなところ行くんですけれども、ね、でこのガマゴーリワンマンは御嶽でも活躍をして、こう犬犬にやってきて、ここで整備をするからちょうど御嶽に来て整備をして、ガマゴーリに帰ってまた帰ってきてっていう、うまく効率よく回ってる、この顔が潰れないのよね、ね、うん、こんな風にダイソーして御嶽でも走ってますが、というね、この色、このドアの色が白からグレーに変わり、なるほど、でいよいよもうみんな3扉になってから必要はないところが、最初これも初日さん、中村さんの写真だけど、最初色ないのねはいはい、で今はないという、なるほど、はい、あいう、はい、ちょっと駆け足でした、へい、でいよいよこの、うん、これ溶鉄プライドさんからご提供いただきました、もう廃車直前の、うん、この顔がどんどん廃車になってるの今、忠之町言う通り、こっちの方が新しいんでしょ、新しい、でもね重整備してないから、この子たちは、あだからリニューアルしてない車がやられていくっていう、うん、あのどこかの会社の D25 みたいなもん、怖すぎや、うん、どっかの会社ということで、はい、これもご提供をいただきました、うん、はい、ね、ね、はい、元田中さんでしたかね、これが実行線のあれ、はい、そうです、会社改装ということで、あ、はい、ちょっと駆け足になりましたが、遅延気味で走ってまいりました、はいはいはい、ということで、前半はここまでということで、はあはあとね、もうあのなんかね、講義聞いてるみたいで眠たくなりました、ね、ちょっと時間が不足しましたね、はい、ということで、まあ、次回は、はい、まあ、ここから今のメインである、うん、あの3000系列ですね、名列 の、 おうおう、あの銀色の電車とか、い、はい、こちらの方もご紹介をしながら、後半今名列がどんな風なダイヤ改正でね、あ運用に変わってきたか、はいはい、ということもご紹介をしたいと思います、うん、はい、まもなく列車は、終着の西大垣に到着をいたします。この電車はこの駅まででございます。お乗り換えのご案内をいたします。次回なるほどトレイン急行養老号の7月号は7月の8、8日ですね。あ、8日ね、はい、あ早いね、うん、ここのとこ早いですが、はい、木曜日20時30分にへ、鹿さんが飛び出てこなかったらいいのよね、くるくるパーが回らないことを祈りますが、あの、はい、本日はあの列車が、遅延をいたしまして、お客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。遅延証明は発行されませんので、あらかじめご了承ください。ではあの来月は、ね、はいはい、名鉄の後半ということで、はい、また樽駅長の TQ06 の行方も気になりますし、ね、今日の朝の早いやつ、ね、はい、朝、今日の朝ね、今日の朝、はい、お楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、今梅雨中休みですが、また来週から雨が降るようですが、ね、はい、あの風邪などひかれませんようにね、お気をつけてまたお過ごしいただいて、養老鉄道の旅をお楽しみいただきたいと思います。それではまた来月皆さんとお会いしましょう。では今月もご乗車いただきましてありがとうございました。なるほどトレイン、また来月、さようなら。
いやー今日は本当に死ぬかと思ったよ怖すぎ運転指令と今日はなんか絡みしないかんと思ったらさ、もう緊張してしまってさあ、運転指令扱い